こんばんは、勝則です。今日も脱皮した子がいました。3日連続4匹目の脱皮です。脱皮直後に刺激して、怪我をさせたくないので、あまり刺激したくないのでライトとかそういうことはやめておきます。奥に脱皮殻があるので、それが食べてなくなるまでは要注意だと思っています。2日間で3匹の脱皮は全部夜中に行われていたのですが、この子は僕がお昼寝してる間に、だから何時から何時かな、3時から6時ぐらいの間に脱皮を済ませています。かなり大きくなりました。これぐらいから妊娠交尾が可能ならば、早く白ザリガニさんを購入したいのですが、なんといってもお盆中に配送が遅れたり、扱いが雑になったりすると、途中で死んじゃってもいけませんし、弱ってもいけませんので、お盆の忙しさが落ち着いてから、交通状態が良くなってから購入したいと思います。ですから白ザリガニさんを購入するのは、18日以降の注文にしようと思っています。で、この子はまあとりあえず置いておいて、隣のカミュー君です。この子も食欲が落ちてるようなので、もしかすると脱皮をするのかなと思うんですが、これぐらい大きくなるともう脱皮をしないかもしれませんね。同じ大きさの時、もう成体の時に捕まえたキングとクイーンは捕まえてから脱皮をしていないので、この子も3ヶ月ぐらいは脱皮をしなくて普通なのかなという気もしています。あれだけたくさんあった卵の殻を全部食べてしまっていますので、ちょっとでも浮いてるのかな、食欲が少し、この子は食欲旺盛な子なんですが、ちょっと食欲が落ちてきているので、もしかしたら脱皮をするのかもしれませんね。今も卵の殻をバリバリとやっています。この後ちょっと餌をあげてみたいと思います。このサイズの子を植えさせて両隣の子を共食いしてはいけませんので、餌をあげてみましょう。それとここの子ですね、この子も食欲がまだ落ちてないので、1日2日後には脱皮をするかもしれませんが、今のところは兆候はないです。で、キング君ですね、この子はもうゆったりしたものです。そして、食欲はほとんどありません。アナカリスを食べてるんでしょうね。で、クイーンちゃんもそうです。あまり食欲はありません。この子もアナカリスを食べてると思われます。で、昨日おとつい脱皮したこの子ですね。ほぼもう自分の脱皮殻は全部食べちゃいました。で、今さっき落とした、乙姫を加えています。もう安心ですね。食欲も戻ってきています。あとは
カルシウムの補給にこの卵の殻をバリバリと食べてくれれば何の心配もないですね。で、同じく2日前に脱皮した子は、おお、ここかな、あれどこだ、どっか移動したのか、あ、移動しています。移動どころか、あの、隔離ネットの間、隔壁のネットの間に体を挟み込んでいます。挟み込んで動けないのか、ここが一番安全だと思ってここに入っているのか、部屋と部屋の間を移動しようとしているのか分かりませんが、刺激するのはやめます。まだ脱皮してから2日なので、下手に刺激して体に傷がついてはいけません。で、それとここにいるハツ君、食欲が落ちています。次脱皮すれば完全な体に生体となると思われますので、いつ脱皮するの、それが心配なような、嬉しい、期待するような、ドキドキします。脱皮が危険だということを身にしみて分かりましたので、身にしみてはおかしいかな、痛いぐらい、胸に痛いぐらい分かりましたので、脱皮別にしなくてこのサイズでもいいよという気持ちもあります。で、サワガニ水槽ですが、いません。見かけるところにいません。で、一番大きいのはこの、繁殖するようにと入れているブロックですね。ブロックの上に一度もサワガニがいるところを見ていないということですね。これならもういっそドボンと、たっぷりと水を加えて、で、このブロックも撤去して他のやつも変えるようにしようかという気持ちも多少出てきています。で、最後に昨日脱皮したイゼ君ですね。ペットボトルを両端カットしたお家の中にいます。脱皮殻がここにあります。爪も結構大きくなって、逆三角形の体がかっこよくなってきています。で、脱皮殻を食べるまではちょっと心配なので、刺激せずここで終わります。今日はご視聴ありがとうございました。失礼します。